こんにちは。手で芸をするコミーです。今日はこちら、もう終わりそうなんですけど、これはいただいた糸になります。コットン糸、はい、こういうちょっとだいぶ減っちゃってるけどね。これも何を編んでるかわかる感じでしょうか。マスクです。もう今いろんなマスクの編み図がね、公開されていますよね。で、すごいたくさん見かけます、編まれた作品ね。で、もちろん今の状況というのはマスクが必要で編むっていう流れなんだと思うんですけど、これ私マスク1個目です、編むの。まあ基本的に引きこもりなので、外には出ないということで、マスクを毎日使うというわけではないですね。で、花粉症でもないです、残念ながら怒られますけどね。で、毎日外出ないと言っても時々買い物に行ったりとか全く出ないわけではなくて、でその時には、一応マスクはします。車で出かけることが多いので、まあ、スーパーの中とかそういったところでマスクをするという感じで、まあ、その毎回新しいのに変えてはいないです。不衛生だとは思いますけど、外出た時に菌をもらわないように程度なマスクだから、もうそんな毎回変えてないです。なので在庫はもうだいぶなくなっているんですけど、買い足せる状況でもないっていうことでね、その毎回新しいのにできないっていう理由もあるけど、そんな感じで、まあ、まだマスクを作らなくてもっていう状況でもありました。どうなんだろう、もうそろそろ買えるようになるんじゃないかなっていう、すごく、何の根拠もない平気なんじゃないかって思っているところもあって、マスクを作ってなかったっていうのもあります。で、今回作るこの編んでいるマスクは、以前から一回編んでみようと思っていたマスクなんですよ。これは、コロナが関係ない時期にタイミング、いつか絶対編むって思っていたもので、まあ今ねブームっちゃブームですよね、マスク。なのでじゃあちょっと編んでみようかなっていうところで今回これを編んでいます。でもうご存知の方はね、ご存知かと思いますが、こちらは、スナオサイズさんという、 YouTube はしてないです。Instagram でいつぐらいから出てたんですかね、ご本人が作ったものをポストしてあって、そうだからご存知の方はご存知なニットマスクだと思います。で、スナオさんはおちょぼちゃんとお話し会に参加してくださって、その時に私マスクいただいているんですよ。で、何これっていう、かわいいみたいなことで、その時参加してくださってる方にもニットマスクプレゼントとしてお持ちいただいていたんですよね。で、知っていた、こういうマスクがあるよっていうのは知っていて、で、コミフェスにも、素直さんは出展していただいていて、その時にも、まあ、このマスクを販売されてました。で、私今回コットンで編んでるんですけど、まあ、素直さんはソックヤーンで、オパールとかのソックヤーンで編んでる感じなので、とてもカラフルで可愛いマスクができて いたんですよね。今回この作り方はやらないです、私の動画では。素直さんのインスタで作り方を口頭で説明されているもの、口頭じゃない、文章で説明されているポストがあります。で、写真も何枚か貼ってあって、その説明を見ながら私は編んでいる感じです。なので、編んでみたいわという方は、インスタグラムアカウント持ってなくても見れるんですよね。私ちょっと自分がアカウント持っちゃってるからわかんないんですけど、もし見れない場合には、まあこの機会にアカウント作っちゃうっていうのもありかもしれないですね。そこでこの目数とかは多分ね、ご自身のサイズに合わせて調整したらいいと思うんですけど、まあ目安になる目数とかが
段数というかな、そのサイズ的なものが書かれているので、それを参考に編めるのではないかと思います。今回あの動画でね、編んでもいいですかというふうに素直さんに確認を取らせていただいて、動画でやることにさせていただきました。なので編み方知りたい方は素直さんのインスタをご覧ください。プロフィールの URL を貼れるかな、そちらから見ていただけるといいかと思います。今回これを動画でやってもいいですかっていうふうに問い合わせをした時にちょっとお聞きした素直さんの思いをちょっとここでねお話ししておきたいと思うんですけど、このマスクはコロナの前に作られています。だから全然その今回のマスク不足に伴って考えられたマスクではないですよね。で、私も初めて見た時にいや可愛いと思った感じです。そもそもはこの耳が痛くなるってマスクありますよね。私もメガネもしているので耳がすごい痛くなります。で、その耳が痛くならない、そしておしゃれなマスクっていうのを作りたい。冬の時期ですよね、ニットのマスクなので、そういうおしゃれなものをして、まあ寒い冬だけど楽しく過ごしたいという思いからこのニットマスクが誕生したというふうにお聞きしましたね。だから今回のマスク不足によるものではないということなんですよ。そこが楽しく編めて楽しくマスクをつけられるみたいな、そういう思いが込められているというマスクになるわけですよね。そこが多分ね、この出来上がっ、素直さんが作っているマスクを見るとそういう気持ちが乗っているのがわかるのではないでしょうかね。なんかそんなことも私は感じたんだと思います。だから、あ、可愛いなって思ったんだと思うんですよ。で、あの今の時点ではね、そのマスク不足というところで編まれている方も多いと思うんですけど、来年の冬もうこういう状況じゃなかったとしても、またこういう可愛いマスクを編んでつけて、寒いけど楽しく冬を過ごしましょうみたいなことをで、このマスクを編んでもらえたら嬉しいなということなんですね。もう冬は終わりますけど、でも花粉症の方とかはマスクもうしばらく必要ですよね。で、私は残念ながら花粉症ではないのでその辺分かりませんけど、でもこの憂鬱な気分の時に、あの自分で編んだ可愛いマスクをするっていうのは、なんかおしゃれの一つでもあるのかなというふうに思ったりもしますよね。そういうこのなんかマスクない、編まなきゃみたいな、そういうエネルギーではなくて、あ、可愛いマスクで過ごしましょうみたいな、そんなエネルギーの方がいい感じがしますよね。ということでちょっと飲み物に行きます。今日のふたつきマグカップ、はいはい、紅茶です。他にも編んでみたいなと思ってるマスクはあります。そもそも私マスクあんまりしないんですよね。まあ花粉症じゃないっていうのもあるし、あんまり、あ、メガネしてるっていうのもあるかな、曇ってしまうので。で、好きでマスクしてる人はあんまいないんじゃないかとは思うんですよ。息苦しかったりもするし。でも、あ、まあ女性の方が多いですね、ここ見てるのね。あの化粧しなくてもいいっていう、そういう利点もありますよね。だから、そのお顔を隠す意味でもね、使えるっていうのはあると思うんだけど、あんまりこう心地いいものじゃないから、よっぽどじゃないと私マスクしないんですよね。
息子がこの間インフルだった時には、息子と接する時はマスクしてました。そのぐらいもうそういう必要な時は仕方なくするけど、そうじゃない時はまあほぼしないという感じなので、いや編んでみたいなって思うマスクはあっても、まあ必要じゃない、あんまりしないからいっかってなっちゃうって感じが今までねあって、編んでなかったんですけど、でもねこの小物感、あのマスク小さいですよね。一個編み上がるのにそんなに時間がかからないというのが、編んでみたいなっていう気持ちのまま編めるっていうのはお手頃な気がするんですよ。飽きてしまうタイプの私なんかにしたらなおさらね。だからそう、いろんなマスクを編んでみたいなっていうふうにも思ってます。その素材もね、もうそろそろ暑くなってくるみたいなことを考えると、こういうコットンで編んでみるといいのかなとか。だからこのちょっとコットンで編むとね、これ綿100なんですよ。ソックヤーンのコットンじゃないから。だからそのゴム、耳のとこのゴムの仕上がり具合とか、まあこの本体の部分もね、コットンで編むとどうなのかっていうのもちょっと確認したいのはあって、あえてこれで編んでみました。夏にマスクって、まあでもしないことはないのか。肌にチクチクしないみたいなのは大事な要素ですよね、マスクだとすると。そんな意味でこう素材を変えていくっていうのは面白いのかもしれないですね。試してみる価値はあるのかなって思ったり、ウイルスに関してとか、いやどうなんだろう、私その辺よく分かってないけど、花粉じゃこれもう通しちゃう感じなんですよね、ニットだとね。でも私花粉は関係ないからまあでも中にガーゼをこう入れてみたりとかいう感じで使ってるんですかね皆さん。本当に私マスクに関しては全く疎いですね。全然気にしてなかった、まあでもこの小さいからすぐに編めるっていう、そういう楽しさはありますね。そうね、いただいた時、その素直さんの編んだものをいただいた時、オパールだったかな、だから柄が出るわけですよね。で、これマスクして外出るのって最初思ったんですよ。で聞きました。そしたらもちろん素直さんはこれで外出ますよって言っていて、でその時に言っていたのが、腹巻き帽子とかをこう口のとこまでかぶせるっていう、そういう感覚みたいなことをお聞きして、あーそれならやってるって思いましたね。腹巻き帽子、私、首にネックウォーマーみたいな感じで使うことの方が多いんですけど、その時鼻の方までっていうのかな、目はとりあえず出しておくけど顔にかぶせるような感じで使っています。それと同じ感覚って言われたらすごい納得でした。口のところに腹巻き帽子のその編み地の部分がかぶさってるとすごくあったかいんですよね。だからね、ああそれならすごいわかるわって思ったわけなんです。だから作ってみようかなって思ったっていうのもあります。保温マスクというより保温を目的としたっていうのかな、そういう感じがありますね。そう、顔を隠したい、隠してっていうかな、顔をあったかくしたいっていうのありますよね。顔出てるじゃないですか冬はね。その腹巻き帽子を、ま、チコ巻き風にカウル、チコ巻きっていうと年齢がわかる感じですよね。カウルみたいにして使うこともよくあります。だからなるべくそのこう外に出てる部分をあったかくしようみたいな風に考えると、まあ、こういうマスクっていうのはすごくありがたいですよね。目の部分はしょうがないっていうか、私はメガネなので、まあ、覆ってるっちゃ覆ってるんですよね。
だから口とか鼻とかを隠せるものがあるとね。だからそのマスクあまり私しないですけど、あったかくなるため寒くならないようにっていう意味でマスクをするっていうことはありました。まあそれもそんなしょっちゅうではないです。あの車で出かけることが多いし、そんなに外歩いてることもないから。そう、でもそういうふうにして考えると、冬にねこういうのを編んで使って楽しめるっていうのはいいですよね。今年はもうね春になっちゃうけど、来年とかそんな風に楽しめるとね。腹巻き帽子で余った糸とか、靴下編んだ糸と同じ糸で編むとか、なんかそういう楽しみ方ができそうですよね。そういう感じです。どういう感じなんだ。でちょっとこれ私1個目なので、サイズ感が、自分のサイズ感がわからないから、とりあえず、素直さんのインスタのその作り方に書かれている目の目数とかで、作ってみようと思ってやっています。ではめてみて、もうちょっとここをこうした方がこうぴったり合うなとかいうものに変更できると、自分サイズのマスクができるっていうことですよね。でこれも無地でやるとか、色も何色でやるかとかによってかなりイメージの違うものになりますよね。で今回その耳のゴムのあたり、その紐の部分をこのコットンでやるとどんな具合になるかっていうのを試したいのはあって、でもしこれだと伸びない、もちろん伸びないだろうな、具合が悪いようなら、その耳の部分だけソックヤーンとかにしてみるとか、なんかそういう風に変えてみるとね、良くなるかもしれないですもんね。なのでちょっと試し的な感じです。1個目こういう感じ。これもうだから靴下みたいですよね。あのゴム編みとメリアストっていう感じで、はい、まだもうちょっと編みます。で、はい、気になる方はもう、まあご存知の方もいらっしゃると思いますけど、気になる方は、説明欄の方に素直さんのインスタを、貼り付けておきますので、ぜひご覧ください。はい、ということで今日は素直サイズさん考案のニットマスクを編むという動画になりました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。